ユード、これを聞きや、というので、十字はこのお声を聞いて、悲しく尊くて、まろびなすこと限りなし。それから、あなた何か、その欲しいものがないかと言ったけれども、何にもいらないと言って、そして、あと一週間経ったら、また来いと言った。一週間経って言ったところ、先のごとく木の股に西に向かいて、この度は死にていたり。見れば土よりめでたく鮮やかなるレンゲ一葉を置いたり、十字これを見て泣き悲しみ尊びて土に置いたるレンゲおば折り取りつ。芋やかくさましと思いけれども、かかる人おばただ核を着て、お葬式を出してやろうかと思ったけれども、このような人はただこのまま置いて、鳥獣に食われんのがいいであろうと思って、動かさないで泣く泣く帰ってきた。その後、いかにかなりにけん、知らざりけい。必ず極楽に往生したる人にこそあるのです。これが、たぬきの語彙の、往生の仕方だったんですね。で、語彙は人殺しばっかりしていた男だし、教養もないし、何にもその、いいことはしたことのない男ですけども、たまたま孔子が西へ向かって、行き、そして安楽死の名前を呼べば、極楽に行かれると聞いた途端にですね、一刹那のうちにこれだけの決心をしてしまった。私たちは今昔を読んでいて、もう讃岐の語彙のところ、今昔はもう僕しょっちゅう読むんですけど、讃岐の語彙のところに行くとね、いつも考えちゃいますね。俺はこんなに一生懸命、一刹那のうちに決心してやったかなってこう思いますね。皆さんはなさいましたかね。そんな決心はしないでいろんなことを考えてやろうと思ってはやめ、またやろうと思ってはやめというのを繰り返して年を取ってしまったんじゃないでしょうかね。それじゃあ行くところへ行かれないような気がするね。ただ人間がどうしてその一刹那のうちに一生棒に振るような決心をするのか、いやそこにはやっぱり何か原因があるでしょうね。この今昔の文章ではそういうのはわからないけど、何かあるんだな。実際この今昔の物語ってのはあったと思うんですよ。ただ、それが書かれるときに余計なものはみんな起こっちゃって、そこに起こったことだけが表現されているので、まあだから迫力があるのかもしれませんね。これは前にもこの人の小説を皆さんに紹介したことがあるんですけども、 A.J. クイネルという男で、この人は国籍不明の小説家で、いまだに正体がわからないですね。で、皆さんに紹介したときはバチカンからの暗殺者とか、スナップショットとかいう小説を紹介して、あれは新潮文庫に入っているんですね。これの一冊だけは集英社文庫に、これ一冊だけ入ってるんですね。で、これがこのクイネルが一番最初に書いた小説なんです。どうしてそれが集英社文庫にだけ一冊入ったのか、そこのとこは分かんないけど、翻訳した人は大隈栄で同じ人なんですね。ところがこれは東京の本屋さんはどこを探してもないんです。ある人がこれをどうしても手に入れたくて、もう半年ぐらいかかってやっと手に入れたそうですけど、でこの間名古屋行って消防現像の講義した時に、実は燃える男っていう小説を今探しているんだけども、東京中の本屋探しても手に入らないって、名古屋の人はあんまり勉強しないから多分本屋にあるのではないかって言ったら、みんな怒らないで笑ってましたよね。で、もし見つけたら、
それ自分のものにしないで俺に送ってくれよなって頼んだんですよ。でまあそうは言ってもなかなか手には入らないだろうと思ってたら、おとついあるおばちゃまが2冊手に入れて、それで送ってきた。その次あるお嬢さんが1冊手に入れて、それで3冊僕のところに飛んできた。まあ嬉しいですよね。みんな速達で送ってくれるんですよ。速達で来たんだ、これは速達で読まなきゃいかんと思って、昨日1日もかからないですけど読んだんですね。確かにこれは少女作と言われるだけあって、大変面白い小説です。で皆さんは絶対手に入らないでしょうから、この内容だけちょっと言いますと、これはクリーピーという男が出てきまして、この男が、この小説の主人公なんです。そしてこの男はもう50過ぎているんですね。で元はフランスの外人部隊にいて、で、皆さんは知ってでしょうか、ディエンディエンフーというベトナムの、フランスとベトナムの戦争、その時はベトミンと言いましたね、の戦争があって、フランス軍が、ディエンディエンフーというところへ追い詰められて、そこで大敗北しました。でフランスがベトナムを支配するのがそこで終わってしまったんですけど、そのディエンディエン風のものすごい戦争の最中に、この男は外人部隊の兵士として、ものすごい武勲を立てた男なんですよ。さあそれからあとはアンゴラ行ったり、いろんなところ行って雇われては戦争し、雇われては戦争して、そして、もうくたびれ果てて、でイタリアへ戻ってくるんですよ。そして、自分の仲のいい友達のところへ行くんですけども、で何にもすることがないもんで、彼はそのボディーガードに雇われる。ローマの金持ちの家へボディーガードに雇われる。それもまあ本式のボディーガードというよりもまあ一応のボディーガードで、自分の命を捨ててまで、守ることはない。第一それほど金を払ってくれないんですね。で彼ボディーガードになりました。そのボディーガードの相手っていうのがピンタというね、ちょっと面白い名前ですけど、11歳の綺麗な女の子なんですよ。それでローマではその人にとっては金をもらうというのが流行ってたもんで、それでそのピンタの父親の金持ちが、自分の娘に あんまり母親がガミガミ言うもんですから雇ったんです。でそのピンタという11歳の女の子が、この顔中体中傷だらけでくさびれ果てたアルコール漬けみたいなこの男に非常に興味を持ってね、そして彼にいろんなことを聞くわけですよ。でそのうちに彼はだん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 自分の心をほぐされて、この小説の中に、書いたんですけども、こういうことを言うんですね。俺は酒の量を減らしていった。酒は必要ではなかった。朝俺が車を玄関へ回すと、彼女が階段を駆け下りてくる。全くの話、あの子には誤行が差しているような気がした。彼女は何も悪いものがなかった。悪意も、貪欲も、憎しみもなかった。まあ、マリア様みたいなもんですね。で、11歳の女の子ですから、別に性的な興味で見てるわけでも何でもないし、彼女は若干そのこのフリーシーの男性的なところに惹かれてはいるんですけど、なんて言ったってもう50過ぎちゃってるしね、太っちゃってるし、もうそんな魅力はないんですけども、で、そういう関係が続いていった。ところがある日このピンタが誘拐される。で誘拐された時に彼はそのピストルで男のうち2人を射殺したんですけども、3人目の男が運転席からピストルを撃って、それで撃ち倒されてピンタを連れ去られてしまう。で彼はその昔の自分だったら そんなヘマやらなかった。昔の自分だったらあっという間に近づいていって3人とも仕留めてピンタを助けることができた。でまあ彼はその痛切に反省するんですけど、もうこれは後の祭りやね、
そして彼はもう瀕死の重傷を負っているわけですから、病院で手術を受けるんです。そして奇跡的に命を取り留めたところへ、グイドーというその外人部隊の仲間が入ってきて、そして彼に悪い知らせだって、ピンタが死んだ。そして一番最後に、ピンタは男たちに暴行されていたということを一言言うんです。その一刹那にこのクリーピーという男はね、この自分にとってはマリア様みたいだった少女ピンタのために、彼女の復讐をしようという決心をするんです。それから彼はマルタ島という島へ行きまして、そこへ行って自分の体の訓練を始めるんです。そしてマルタ島の特殊部隊の中へ潜り込んで、そしてそこで訓練を受ける。その訓練を指導しているその男が彼を見て、たまげたのはその火器の取り扱い方ですね。マシンガンって言ってる、サブマシンガンっていうのは、簡単に取り扱える機関銃ですけども、サブマシンガン、手榴弾ね、そういういろんな武器の使い方を見ていて、これはプロだって言うんです。これはプロですよね。プロ中のプロですもん。ただ酒を飲みすぎて体が太っちゃって動けなかっただけなんで、もうそれから彼はどん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 自分の体の訓練をしていって、ある日完全に自分の体を元通りにしてしまうわけですよ。それから彼はフランスの将軍に手紙を書いて、あるものを取り寄せる。このフランスの将軍はディエンディエン風のあの戦いの中で彼に命を助けられた将校なんですね。で、借りを返してもらうわけですね。で、その将軍は彼に何を送ってきたかというと、ミストレルという飛行機の上から鳥の羽のようなものを体につけて、そして空中を滑走して目的地へ降りる。これはフランス軍が軍用で使っているその、パラシュート部隊が使っているね。パラシュートっていうのはこんなになって降りるんですけど、そうじゃなくて実際に自分がその羽を動かして、それで気流を利用してこう目的地を降りていく。で、訓練すると完全に目的のところへ降りられるんだそうですね。だけどこれは軍用の、しかもフランス軍の特殊な装備なので手には入らない。それをそのフランスの将軍にその手紙を書いて手に入れる。さあ、それからその昔の仲間に行って、ピストルからバズーカ砲からもうありとあらゆる武器を手に入れるんです。そして、ローマへ潜り込んでいって一人ずつ殺すんです。まあその殺し方というのがですね、これは本当にプロでないとわからない殺し方なんですね。で、そこへそのサッタというその大佐が登場してくるんです。仏教ではサッタというと菩提サッタといっていい名前なんですけど、この人はカラビニエリといって、イタリアには憲兵隊というのがあるんですね。イタリアの憲兵隊というのは警察と軍隊の合いの子なんですよ。で、この人はイタリア憲兵隊の大佐なんです。30代で大佐。そうしてもう彼はゾッとするような美男して、この人大体美男美女、そしてものすごく不細工な男っていうのを登場させるんですが、クイシーはこう顔中傷だらけ、ちょっと見ただけでびっくりするような男、こっち側の大佐の方はものすごく美男子、そして名門の出でどんどん昇進して大佐になった。しかし彼は不正を非常に憎んでる男で、イタリアのマフィアの専門になって、そしてマフィアを徹底的に調べ上げる。そうしても一人残らずマフィアを彼は把握している。そういう大佐が登場してきまして、まず一番最初にラッピアという男が射殺された。その報告を受けた時に、あ、これは仲間同士の戦いだというふうに判断したんですけども、その次にサンドリという男が殺されて、その時にまた3人目の男が殺されたんです。その時にその大佐は不審に思うんですね。殺し方が違うって。それから彼は頭の中で、この3人の男が関係した事件を全部調べ上げるんです。
そしたら11歳の女の子が誘拐されて殺された事件に関係していて、証拠不十分で釈放されたということが分かったんですね。それから彼は、カラビニエルの全その機関を挙げて徹底的に捜索を始める。そしてこのクリーシーという男がこう浮かび上がってくる。で彼はついにクリーシーがその、復讐のために立ち上がったということを突き止めるんですけど、どうしてそのわずかな金で雇われて本当に臨時雇いで雇われたボディーガードがどうして復讐しなければならないか、それが彼はわからないわけですよ。だけども彼の目的とこのクリーシーの目的が一致してるんです。それで彼は陰陽にこのクリーシーを助けるんです、ね、で最後に今そのマフィアの親分が自分の命が惜しいばっかりに、新聞に全部このクリーシーの顔からあれを全部公表して、そしてこういう男を見つけたら、その金を出すという広告したもんですから、全イタリア人がクリーシーの顔も存在も知っちゃったわけなんですね。ところが彼がたった一人でマフィアと戦っているということが分かったもんですから、もう女の子なんかは自分の T シャツに、やれクリーシーなんてこう書いたね、そういうのを着て歩いたり、イタリア人が全部が彼の味方になったんだけど、どっこいそのマフィアは全力を挙げて彼を探しているわけです。そして最後にこの親分のシチリア島にあるんですけどね、そこへ潜り込めないんだよね。でクリーシーが最後に立てた戦略というのは、飛行機でその羽を体につけて降りるという作戦なんです。だけど飛行機チャーターすればすぐ分かるんですよ。で彼はそのオーストラリア人が、ヨーロッパを旅行している時に自分が持っている高級車を金に困って売りに出したのを見て、そこへ行って、1000万リラでそれ買うんです。そして買われたその若い夫婦がクリーシーの顔を見て、これはクリーシーだって分かるわけですよ。そして女房の方が一人でそのマフィアに立ち向かう男を、見捨てることはできない。で、あなたがこの車を運転して、町へ入ればすぐ見つかる。で、私たちが運転していけばあなたは隠れていられる。で、私がこれ運転していくって言う。そうすると亭主がそんなバカなことはよせって言う。亭主がですね、とうとう女房に賛成して、で夫婦が車を運転して町へ入っていくわけですよ。そしてクリスティがこの亭主の方に、お前頼みがある、でお前のひげを剃ってもっとハンサムになって、そしてもっとものすごく高い洋服を着て、そして一流ホテルに泊まって一番すごい料理を食え、そのお前がねホテルで豪遊してればマフィアは必ずお前に注目するって言うんですよ。それで、お前を調べる。しかしお前には何もない。だからお前は白だってことが分かる。でその分かった段階でお前は飛行機をチャーターしろ。でその飛行機も、6時間おきにそのね、いつ乗るか分かんないけど、とにかく飛行機に乗って、あるところへ行きたいということをね、飛行機会社に申し込める。金は前金で払え。で、そうするんです。それマフィアはもちろんね、調べるけども、何にも背後がないもんだから、まあ金持ちが物好きにやってるんだろうと、言って、手を抜いちゃったんです。で、実際には彼は一遍飛行機に乗って、ちょっとおしっこがしたいってわけだ。それでおしっこしてくるって言って、ああ、この男は、あれだな、飛行機に乗るのが怖くて、人間興奮するとね、おしっこしたくなるから。で、ああ、おしっこしに行ったんだなと思って、戻ってきたらクリーチが入ってくる。もう完全に武装して入ってくる。そしてピストルをつけて、俺の言う通り飛んでくれ。そうすると、操縦士は一目見て、彼がクリーチであるってことを知るわけですよ。そしてそのピストルをしまってくれ、あなたが誰であるか俺は知っている、そしてあなたの言う通り俺は協力する、俺がやりたいぐらいだ。それで、彼は飛行機飛ばしまして、
そして ある地点、つまりその親分の家の近くまで行ったら、どの辺で窓を開いて俺は降下するって言うと、そのお前さんが知らないことが一つある。あの辺は2000メートル以下になると、気流が変わるところがある。だからお前が行った地点で降りると目的地降りられない。で、あの辺の気流は俺が一番よく知ってるから、そこまで来たら俺が指示するからそこで降りろって。で、クリーシーは彼を信用して、で、その一番いいという地点に行った時に行け、クリーシーと言ってふっと後ろにいたらもうクリーシーはいないんですね。そうして飛び降りて、で、ガードを全部崩して、で、最後にその目的の男を殺すんですよ。殺したけども、重傷を負って、もう瀕死の重傷を負ってるんですね。そこへこの自分の友達のグイドーと、それから、大佐ですね、大佐が乗り込んできて、そして彼の重傷の傷跡をこう指で押さえるわけですよ。そしてちょっとでも緩めたら命がなくなるからって言うんで、大佐は必死になってこう傷口を押さえて、それで、そこへその憲兵隊が突入してきて、で、あとはヘリコプターで、病院に連れて行かれる。だけども、あまり重傷だったので、ついに彼は死んだ。で、お葬式が行われる。そのお葬式にフランス軍の長官が参列したりして、それでおしまいかというと、その後、マルタ島のその漁師たちがね、彼を全面的に応援してた漁師たちが、見ていると、その警備艇が近づいてくる。その警備艇から降りた男は、左足が靴の外側からつくという妙な歩き方をする背の高い男で、女はお腹が大きい、その女の話しませんでしたけど、その絶世の美女が彼好きになって、彼の子供を産むんですね。で、2人本来なら死んだことになっているんですけど、死んだことにしなきゃマフィアに復讐されますから、それでちゃんとお葬式まで出して、そして、めでたしめでたし、平和になってですね。まあ、この小説読んでると、このクイネルという男がいかにその政治情勢、ゲリラ、特殊部隊、そういうものに通じているかというのがよくわかるんですけども、で、実際自分の足で歩いているもんで、名前を公表しないんです。公表すれば、その追加の取材に差し支えますからね。で、これ読んでると、その、何にもその、こう、普通いう意味がないわけよ。で、たまたま安い金で雇われて、で、その女の子が死んだ。で、11歳の女の子が恥ずかしめられた。もうこれは許せない。しかもひどいのは、これを計画したのは父親なんですね。父親がもう多額の借金を返すために、自分の娘をマフィアに襲わせて、その前に、2000億リラの、その保険金をかけて、そして、娘をさらわして、その保険金を手に入れて借金を払おうという計画、それも彼は調べられたんです。そしてこの知恵をつけた弁護士はベンチに爆薬を仕掛けられて、そのキーを入れた途端に飛んできますとかね、もうありとあらゆる方法でその復讐をついに全部やり遂げるんですよ。まあ、これがクイネルという小説の始まりなんで、ある日岡はもう何や虫だって言うんでね、本当に何や虫だ。しかし、世の中のことで人間が熱狂して、こんなすごいことはないとその思うようなことで、何や虫的でないものがあるだろうか。だから何や虫というのは日本人の専売特許でね、イタリア人だってフランス人だってアメリカ人だって、要するにその男がね、それに対して熱狂するようなことっていうのは全部何やぶしてきたんです。そのね、男がもう50過ぎて、それでもう普通なら自分の一生は終わって、ここから先は酒みたいでおしまいかと思う時期にさ、このたった一人の女の子のために自分の一生を棒に振ってでも、新しいその復讐の戦いを始めようというね、それはここはもう一刹那のうちに発心突動するということなんで、これは非常に神聖な話ですけども、今僕が話したのはこれはもう極めて、人間的というか、
殺される方から、いや悪魔的なんですけど、どっちにとって人間はね、一生のうちに一遍は必ずそういうところでぶつかる。でその時に引っ返してしまうか、もう引っ返せないと思って突進していくかしかない。でこの中にごく普通の人間が登場してくるわけですよ。その人間たちがもう引っ返せない、私はそのクリーチの味方をする、もう逃げられない、こういうね、もう逃げられない、どうしてもやるしかない、日本ではやるっきゃないという変な日本語でそれ言いますけど、やるしかない、そのやるしかないことをやれた人間ってのはね、僕はこれ幸せだと思うんだよね。やることがないでじいさんとばばになって死ぬか、やるしかないと思って生きるか、どっちかですよね。でもチャンスがないとね、やるしかないやるしかないって言っても何もやることがなかったら、これはどうしようもないやね、まあ諦めて死ぬんだよね。ずっとやるしかないやるしかない、ついにやらなかったと思って死んだら仏さんはかわいそうに思って、その次はやることがあるよっていうところへ生まれさせてくれるんじゃないかしら。僕世の中で一番不幸なのはね、やることがないのが一番不幸だと思う。やりたいやりたいと思ってもやることがなかったらどうしようもないでしょ。でもどうしてやることがないんだろう。他のやつはやることがいっぱいあってもひいひいってのに、なんで自分にはやることがないんだろうって、こりゃ考えなきゃいけないよね。それでよくよく考えたら、小さい時から右に行くか左に行くかという時に楽な方にばっかり逃げてきて、それで20代になったらまた楽な方へ逃げて、30代になったらまた楽な方へ逃げて、逃げ癖がついてるんだよ。それじゃあ起きないよね、やるしかないということは。人間やりたいことをやらないで死ぬと成仏できないって、もうひでえこと言ったことがあるんですけど、やるしかないということを持たないで死んだらやっぱり成仏できないと思うね。この前の戦争で戦争犯罪人というのがたくさん捕らえられて、そのうちの何人かは銃殺刑あるいは絞首刑になって死にましたけど、半数以上は無罪だそうですね。だから実際は自分に責任がないにもかかわらず、自分がした、自分が命令したといえば、何十人の部下が助けられるというので、それで自らその死刑への道を選んだ人がいっぱいいるんですね。いやー、言ったっちゃ僕は本当にすごいと思うね。私らそんなところまではできないけども、自分がやるしかないなと思ったらやるしかないよね。どんな小さいことでもいいから一つぐらいやって死にたいね。さて皆さんができるやるしかないっていうのは何でしょうかね。こんな出来損ないの亭主を男にするのは私しかない、やるしかないってそういうの面白いね。まあ正直なところで言うと消防言動を読むというのは難儀ですね。だけども、曹洞宗のお坊さんは難しいことしか言わないから、いつまでたっても道元さんの消防言動は生きてこないから、もう仕方がないからやるしかないと思って始めて6年10ヶ月経ったわけだね。でもそうやってやるとですね、あっちこっちでまあその本当、大げさな言い方すりゃ良言の日みたいに、消防言動とか道元とかいうような人が日本人の心の中によみがえってくるというのは、それは嬉しいことですね。僕は鎌倉時代の偉いお坊さんというのは、今から700年前の人だなんて思っていないからね。それはそんなことを思うなって教えてくれたのは道元さんだから。世の中には過去現在未来というものはないって教えてくれたのは道元さんだ。だから歴史というか、時の流れというものは未来から過去へ行ったり、現在から過去へ行ったり、現在から未来へ行ったり、自由自在に動くもんだって教えてくれたのは道元さんだ。そういうことを教わった恩義には応えなきゃならないよね。だから一生懸命
もう皆さんにお話ししてるんだけど、でも最初は何気でもこうやってるとね、いろんなところへこうぶつかってくるでしょ。例えば今日のこの問題だって、クリネンの小説にどういうわけだか、もう最近僕が読んでるその仏教のいろんな問題っていうのはこのクリネルさんにくっついたんですね。だから仏様っていうのはしゃれたことするなぁと思ってね、このお経だけじゃなくてクリネルなんていう男、それも名前も食って寝るだから、こんな覚えやすい名前はないし、で読むとこれぐらいあのバタ臭さがないっていうのも珍しいですね。あの西洋の食い物っていうのはさ、どんなうまいものを食ってもなんとなくあの脂臭いでしょ。ところがこの人の小説っていうのはどうせ名前はみんなカタカナばっかり出てくるんだけど、日本の小説読んだら気がするんですよ。もう今まで僕西洋の人の書いた小説読んでね、こんなにあの日本的なものを感じたものないですね。でどうしてかなと思ってるんですけど、でもこの人の中には東洋趣味なんてものは全くないしね、もう彼は完全にイギリス人だし、僕の想像でお母さんはユダヤ人だろうと思うんだよね。で、情報機関にいた男だし、東洋とか西洋とかそんなあのこう情緒的なものは全く関係ない、もうもっとこう組織的な、もっと凄まじい世界に生きていた人だと思うんですよ。それがね、我々のように普通の生活している日本人が読んでも、なんかおいしい味噌汁を飲んでるようなね、あるいはうまみの前の食った後みたいな感じがするのは、それはなぜだろう。もしかしたらこの男はものすごい文豪かもしれませんね。本当の意味でね。いやしかしそういうことやってみたいし、そういうものを書いてみたいし、だけど、なんかやりたいなって気が起きるんですよね。これは大変なことだと思いますよ。今の若い人には、すったりパーダなんての読ませるよりは、クリネンの小説読ませた方が、はるかに男らしくなると思うんだよね。俺もやってみようって。20代だったら何でもできるもんね。クリネンは50代で、俺みたいなバカなことをやるやつはいないだろう、しかし俺みたいな体に慣れたやつはいないだろう、俺みたいなことをやるやつはいないだろうとこう考えているわけですよね。僕は今何かやろうって言うんですけどね、65でそんなバカなことを考えるやつはいねえだろうって言うと、考えるとあ、これクリネルが言ったことだな。この間あるね、放送聞いてましたら、48ぐらいの女の人が27ぐらいしか見えないって人がいるんですよ。会いたいですね。で、彼女にね、どうしてそんなに若いのですかって聞いたら、彼女はこう答えたって言うんですよ。私はいつでも1日のうち1回でも2回でも、深呼吸をするんですって。その深呼吸をするときにね、周りが全部ピンク色で、それでそのピンク色の空気を、自分の鼻の穴から体中へ吸い込むんですよ。そしてそれをまた静かにこう吐き出す。これ一種呼吸法ですよ。ただそこが違うのは、ピンク色のその空気を自分の体の中へ吸い込んでいくんです。そして自分の目の前にね、自分の20代の一番美しい顔をこう想像するんですよ。元が悪いとこれちょっとまずいと思うんですけど、元が悪かったらあの別のこう綺麗な顔をまず思い浮かべて、そしてこれが自分だと思って、そしてああの私はこういう顔をしているとこを思いながら深呼吸をするんです。これ5分間1日5分間でもいいからやって、その人は、7年になった。で7年でつまり27歳になってる。で誰が見てももう50近い年だとは当てないんですって。僕は8年ほど前に新潟行きました時に、ある大きな会社に講演に行ったら、そこの社長が、今日先生こう新潟芸者を上げてパーッとやりましょうやっていう、いいですよね。もうただし新潟は若い芸者が少ないもんで、早いとこ手を打たないと
若いやつは来れないですから先生やりましょうかって言うから、ほんと今からやるって言ったって、あれ今晩だろうって言ったら、今晩ですけども、いや実はもうないない一応決めてあるんですけどって言ったら、悪いけどババアの芸者にしてくれない？一番上は70ぐらいで、ね、2番目はもうちょっと下がって、3番目はもうちょっと下がって、それでも大体40代まで止まりで、3人ぐらい呼んでくれないって言ったら、ババア趣味だと思ったんじゃないですかね。社長は私の顔をまじまじと見て、先生は変わってますねって、まあ仕方がないですね。それで呼んできたら、一番上が75、その次が50いくつ、一番若いのが48ぐらい。さすがにちょっと入ってきた時はね、しまったなぁと思わんこともなかったけど、その71つのおばあさんがね、何が気に入ったのか、私のそばへぴったりと座っちゃって、ね、まあ先生、ご指名で呼んでいただいたのは先生が初めてだわ、そこのおかみに聞いたら、もう新潟中、鳴らした名義なんですよ。だけども、いくら名義でも75じゃね、これや、どうしようもないやね。それで、綺麗なお姉さんのお供して、それでお弟子で三味線弾くだけなんですって。これはもうご指名のトップバッターでしょ。彼女がもう三味線のうまいこと、歌のうまいことね、何しろおけさだろうが何だろうがね、彼女が歌うのは成長なんですよ。そうしても聞いてるとね、体がここ震えるぐらいうまいんですよ。それよりもっとびっくりしたのはその顔なんですよ。まあ綺麗な顔してるね。絶対70歳には見えないですよ。まあ大負けに負けて40代ぐらいね。それで おばあさん、あんたなんでこんな顔してんのって言ったら、じゃ小さい時にぬか袋でね、ぬかを袋に入れて、それでこう体をこうこすって、全身こすってるんですよ。今からでも遅くないからやってるかしら。そしてその彼女が言ったの、僕今思い出したね、その私がいつまでたっても美しいなっていう、そういう気持ちでやってたっていうんですよ。それからさっきのピンク色の空気吸い込むお姉さんと同じだよね。あ、そうすると男は例えばこういう小説読むとね、自分がこうクイネルみたいな気になってさ、クイネルにしてはだいぶヨタヨタしても、それでも男はしっかりしなきゃいけねえよなって自分に言い渡して、そして歩くときもちゃんと歩きね、すると違ってくるんじゃないでしょうかね。こんなところでこういう話するとまずいと思うけども、男がダメになるときは女がですね、その人にあんたってダメねっていうのをしょっちゅうやられるとダメになっちゃうんですね。これで、その代わりに反対にあなたってすごいよねって、大したことないんだけども、すごいよねすごいよねって言われてるとどんどんすごくなる。本当ですかね。それと同じことで、子供だってさ、いやお前はよくできるねなんて褒められて、それできるようになるんですね。それお前はダメだねって言われると、もう確実にダメになる。だから人間のこうこの辺にね、自分をダメにしたり素晴らしくしたりする、どっか大事なところがあるんじゃないかしらね。それどこがどういうふうになってるか私には分かんないけども、みんなでもそうですよ。だから侍の子が侍らしくなっていくっていうのは、小さい時から親父にね、そういう教育を受けて、お母さんは、男の子は親父とおじい様と一番高いところで飯を食わされるんだよね。洗濯物は一番高いところへ干して、間違っても下には干さないとかね、そういうそれがいいとは言わないけども、そういうふうな要するに、こう帝王教育みたいなね、つまり男を立派にする教育というのを受けるか、あるいは女を美しくする教育を受けていくか、それとも毎日毎日ダメ呼ばわりされるか、そこのところがえらい違いだと思うんですね。だから学校の先生っていうのは、もう子供を騙してもすかしてでもね、お前は立派だっていうふうに教育しなきゃいけないんじゃないですかね。自分の子供には、お前はすごい、お前はよくできるって、一番大切なところを壊さないようにしたいと思うね。だから
聖書は分かれる気がもしないんだったら、ヨーバに、いや、お前は綺麗だねってもう見てね、それほどじゃないだろうけど、いや、今日は綺麗っていうのつけてもいいよね。それで明日になったら、ああ、今日も綺麗って。で、3日目ぐらいに、今日はちょっと手に入ってるね。これやってるだけでも変わると思いますよ。本当変わると思うんだよね。あと48ぐらいの女が27になるんだから、これ20年若返るんだもん。安いよね。化粧品はいらない。何にもいらない。ピンク色の空気つやいんだから。もう最近そういう話ばっかり聞くもんでね。ははあ、これは面白いやと思うんでね。自分でやっぱりやらなきゃダメって実験してごらんなさいよ。さて7年ぐらいかかるけど。でも何もやらないで7年経ったらもう見るかがないじじいとババになってるよ、皆さんは。それはそうならないようにしなきゃね。時間過ぎた。この次、またこの続きやりましたよね。皆さんも。